はい、スタートしました。B の14番ですね。 B 級14番、宮本選手、マシンが VTRF 標本上星の選手です。前走タイムが1分59秒532となっております。これも、本人首をひねる一番1タイムなんですけれども、さあ、第2位と頑張るとしておりましたけれども、さあどれぐらい締めてくれるんでしょうか。できれば50秒切れたらいうことはないんですが、さあ頑張ってもらいたい。そしてこの最初の、オフセットの選手の通過タイムが34秒になっておりますが、これはなかなかのタイムですけれども、50秒前半ということで、前半はねいけそうなタイムなんですけども、さあどうなります。琴原帰ってまいりましたのが横山選手が青の回転をして、さあそれを引っ掛けてゴール。さあどうだ、タイムが1分58秒です。それでは席で15番スタートします。はい、スタートしました。井野選手、ゼッケン15番井野選手で、岐阜県から星野選手で、マシンがグロームとなっております。前走タイムが1分55秒485、かもなく蓋もなく、このクラスの真ん中ぐらいのタイムになっておりますけれども、さあこれは結構明暗が分かります。この大ヒントですね。コンディションを物抜きな選手がタイムを縮めておりますけれども、そうでない選手はやはり少し沈み気味という形になっておりますけれども、さあこの真ん中にいるのは非常に重要なポジションですね。さあそしてそのセクション通過タイムが35秒、結構悪くないタイム、さらに縮めていきたい。ここから後半の高速ミッションどうさばくか。宮本選手が帰ってきた。1分51秒、素晴らしいジャンプアップ、51秒上がりました。